さまこんにちは。政治エンターテインメントニュースに関するチャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。写真拡大第70回 NHK 紅白歌合戦リハーサル30日東京 NHK ホールスピッツは出演しないことが決まった。この日出演について聞かれた加藤秀明チーフプロデューサーが、スピッツの皆さんにはご出演していただけないということですと。スピッツは NHK 連続テレビ小説夏空の主題歌優しいあの子を歌っており、初出場や出演が期待されていた。加藤氏も引き続き交渉をしていくと話していた。